魂を救ってるんだよ。世の中すべて金だよ。僕の真似。アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。そうだ、このまま敵陣に突っ込むぞ。準備はいいか？できたんだ。手ぶらじゃ帰れねえな。ああ、必ず周りを取り戻す。エーテルが湧き出す札だ。持っていて損はないぞ。買い物できたか？まあね。命が何個あっても足りないな。
私はここで死んだ。悔いを残してね。けどそれもあなたたちのおかげで晴れた。言っちまうのか。もう思い残すこともないから消えるしかない。最後まで付き合えなくてすまない。気にすんな。こんな姿になっても私は死後の世界は信じてない。そんなものがあったらみんな喜んで死ぬに決まってる。生きなさい、懸命に。行こうぜ、相棒。エリカのことがあいつをこの世に繋ぎ止めてたんだ。その思いがなくなれば消えるだけだ。KK もなのか。だろうな。その目的は家族の蘇生じゃないのか。さっき言ってたろ、あいつにとって肉体は魂の器だ。捨て駒に過ぎない。戦わずに済む方法はないのか。ない。邪魔をするなら排除するだけだ。
必要はないのに。おかしいよ。ああ、おかしいさ。戦わなきゃ救ってやれねえんだよ。必要はないのに。
んなのおかしいよ。ああ、おかしい。戦わなきゃ救ってやれねえんだよ。何を見ているって言うんだ。知るか。同情はしねえ。だが俺が終わらせてやる。俺はあいつを倒すまでは燃料切れにはならねえよ。あんな奴を残して消えられるか。あの写真の家族のためにだろ。いい父親だな。まあな。中に入ったら引き返せないかもしれない。準備を怠るなよ。
き…いい買い物できたか。まあね。あいつがいるはずだ。上に行ってみよう。くどい。闇を求める者よ。くどい。失うことを恐れる者よ。行こうぜ。お兄ちゃん、本当は私のことなんて考えてないでしょ。お兄ちゃんは自分のことしか考えてない。自分のせいで私が死ぬのが怖いんでしょ。どうした？変な声が聞こえる。妹の声だった。あいつらが何か仕掛けてきてるのかもな。おい、どうした？アキト、アキト、行くぞ。マリ、お前の本心なのか。惑わされるな。相手の思うツボだぞ。違う、違うんだ。アキト、しっかりしろ。
といい親だって言ったよな。本当にありがとうございます。俺はいい親なんかじゃない。刑事として一生懸命働いてさえいれば家族は守れると信じきっていた。でもな、久しぶりに家に帰ったら俺たちはもう家族じゃなくなっていた。息子は俺が渡したおもちゃをつまらなそうに見ていたよ。もうスーパーカーになんか興味がなくなっていたんだよ。ケケ、それでも俺はこの戦いから逃げない。守りたいものを守るためだ。マリ！あの人形は時間稼ぎすらできなかったのか。てめえ、肉体の死はただの事象に過ぎない。魂は肉体を離れてこそ本来の姿を取り戻す。生還は自由だ、否定はしない。だけど独りよがりの妄想に人を巻き込むな。正しい導きはいつの時代も疎まれる。だが君もすぐに理解するだろう。肉体がいかに無意味なものなのか。マリに触るな！必要な量の魂は集まった。その全てを使い生と死の境界を破壊する。君の妹は最後の礎として用いられる。とても尊い役割だ。そんなことさせるか！教会が失われれば世界は一変する。私はそこにささやかな楽園を作るつもりだ。妻と娘の魂が永遠に輝き続けることができる。何が楽園だ！そうだ、素晴らしいことを思いついた。この娘にも楽園を用意してやろう。強い意志を持った稀有な魂だ。場合によっては新世界の導き手になれるかもしれない。新世界のマリア、いやイブか。お前の夢物語など何の価値もない。夢か。直接確かめたのか、妹の魂がこの肉体に戻りたがっているか否か。それはこの娘の包帯の下はどうなっていると思う。肉体に固執しても苦しみが増すだけだ。だからって。おい、惑わされんな。こいつを倒さなければ世界が終わるんだぞ。アキト、しっかりしろ。時は完全に満ちた。ここから世界が変わる新たな始まりの時だ。我が宿願が成就する。
奴を追うぞ。マリお前は何を。あいつの妄想に取り込まれるな。目を覚ませ。覚まさないならお前を切り捨てる。アキト、お前本当にこのまま。自分に勝つ。アキト、お前は邪魔をするな。要は確かめるのは怖えんだろ。妹の気持ちを。自分が命張ってまでやってきたことが全部無駄だった。その答えを聞くのが怖えんだ。あんたに何がわかる。わからねえよ。自分の家族の気持ちさえな。わからねえから確かめに行くんじゃねえか。ケケ、俺は止まらない。お前はどうする。僕も行く。マリに直接確かめるまで死ねない。わからねえ。もう何もなくなっちまった。
だからって諦めたら終わりだ。もしねえまま死ぬのだけは耐えられねえ。だから俺はここにしがみついてんだ。あいつ何かになるんじゃねえぞ。まさか自分に引導を渡すことになるとはな。ケイケ、行くぞ。黄泉の国はまだ先だ。ああ、行こう。